はい、イレブンガールズアートコレクション福屋八丁堀本店で開催中です。広島ですね。今回の動画では、ちょっと会場にねコロナの関係でこう3密避けるとかそういうことでちょっと今回も、EGC 11人中ですね、7人ぐらいしか在留しないことになってますので、在留しない作家さんのね少し作品を紹介させていただきます。こちらの動画ではナンシー・ショゼンさんですね、木版画からスタートして今はね板絵をやっているんですけれども、こういった形のねすごく野趣のあるこうかわいいかわいいじゃなくてなんかこうリアルなこうたくましく生きてるみたいなこう猫の木版画ですよね。ちょっと金箔を使っててこう花はねありますよね。でもどうですか、この顔とか野趣がありますよね。ノラちゃんですからたくましく生きてるんでしょうか。こちらはねなんか素朴な水墨画のような笹の葉というタイトルですね。ちょっと小さな絵ですね。こちらは少しね幾何形態が入って装飾的になってるんですけど、こう富士山、あの富士山の見えるあのドア開けると富士山見えるみたいなところにお住まいみたいで、富士山の絵とかは最近描いてますね。美しき富士っていうタイトルですね。この幾何形態が面白いですよね。装飾がこう入っててシュールな感じですね。そしてこちらがですね今回のちょっと目玉で、これ見てください。これ連作みたいなんですが、全部ねその最近こう手掛けてるあのバーニングペンを使ったあの板絵なんですよね。彫って少しレリーフ状になってるんですけど、アウトラインがねにこう要するにバーニングペンってあの焼きごて多分電気だと思うんですけど、それでアウトラインをこう描いてるんですが、この彩色がですね手彩色じゃなくてどうも和紙、薄い和紙を自分で染めてちぎって貼って。てるっていう、なんかなぜ手で塗らないのか、なぜそんな手間をかけるのかがあのちょっと大変難しいところなんですが、そういう手間をかけてますよね。こちらはなんかねすごくこう彫ってありますね。模様が彫ってあって、あのすごくこうレリーフ、あの板絵っぽくなってますよね。でこうカタクリの花ですよね。渋い花を選んでますね。全体的に渋い花を選んでますね。でこちらが雪椿っていうタイトルで、こちらもちょっと水墨画みたいにわざとこう、こちらはねすごく本当色々色彩豊かで、これは本当モノトーンの感じになってますね。でもところどころ箔が貼ってあったりとか、こう彫ってあったりとかして面白いんですよね。こちら雪椿ですね。このまた今度山芍薬っていうか芍薬なんですけど、これちょっと素朴なね野趣のある芍薬ですね。これもね掘ってあるところに箔を貼ってから掘るのか、なんかちょっとそのこう作業工程が分かりづらいんですけど、ところどころにこう箔がありますね。こちらこういう作品ですね。山芍薬ですね。で今度こちらが何でしょう、野花勝負って言うんですか、野花でしょうかね、勝負ですね。何かこう植物園とかで綺麗に手入れされてるっていうのよりも全体的にねこう野趣がある強い、まあ猫もそうでしたけど感じで描いてますね。こちらなんとなく箱根のね寄せ木細工っぽいものがこう描かれてるっていうか彫られていてですね、そしてまた和紙を染めて貼ってこういうグラデーション出してるという、なんかなぜそういう手間のかかることをするのか、まあ、ちょっとご本人にね聞いてみてくださいっていう感じですが、こちらは椿と南天ですね。まあ、冬ですかね。この間がいいですよね、すごくこういうところとかね、こういうところとかに曲がって、まあ、こうよく膨らんだところこう彫刻刀の跡がありますよね。もともと木版画家なのでね、木とねこう
版木と彫刻刀が身近なものなんですけど、こういうふうに板絵っていう方向にちょっと展開したのが面白いですよね。すごく装飾的ですよね。はい、こちらはね、その富士のシリーズですけど、父の手紙よりっていうことですね。ご本人のね、ブログとかでもあるかもしれませんけども、ちょっとお父さんの遺品にね、あの富士山の写真が大量にあってみたいなね。でそれまではね、富士山の作品を作ってなかったみたいなんですけれども、ちょっとそのお父様のね、遺品の中の写真をたくさん見て、なんかインスピレーション湧いたっていうか、そういうことでね、こう富士山をこう木版で作り出したみたいなんですけど、こちらね、逆さの富士山ですよね。逆さ側の方がメインになってて、こう実体の方がちょっと半分で切れてるのが、また一筋縄でいかない感じですね。こちらは綺麗にね、あの逆さ富士という形になってますね。なんか構図がいいですよね。こういう手前のものとね、ちょっと中景と遠景があるっていう、こう絵画のセオリーもちゃんとついてますよね。こちらは逆さ富士っていうタイトルですね。さて、ナンシーさん、こんな感じです。はい。こちらもね、富士、なんかちょっとおめでたい感じ。小さい作品ですね。なんでしょう。額は15センチぐらいの箱額に、レリーフですね。こう、金箔貼って、こう、なんかおめでたい、初日の出っぽいですけど。灯台と富士。灯台と富士って、ちょっとこのどういうことなんでしょうね。灯台どこにも描かれてないですので、なんかこのこう明かりが灯台、富士山が灯台っぽく見えるのか、そういうような意味なんでしょうか。はい、こちら今回ご紹介したのは、ちょっと在廊できない作家さんのね、ブースですけれども、ナンシー書前さんの作品でした。ありがとうございます。作品のお問い合わせはね、概要欄の方に貼っておきますので、福屋八丁堀本店まで、7階の美術画廊ですね、よろしくお願いいたします。